さんの前お邪魔します。いらっしゃいませ。お邪魔いたします。うー、あ、結構使えるねこれ。いいな。これだって一人暮らしの部屋と一緒じゃん。あ、いいなこれ。俺ここ住めるよ。マジで。お近づきの印でございます。いつもありがとうございます。これしか持ってきてませんけど。あのうち餃子の国の通貨を今度お送りさせて。了解です。お待ちしてます。こっちの方が混むかもね。さあ、最初予定したとこは、あの、釣り船出るんで朝うるさいのよ。あ、なるほど。うん。まあ、こんな感じのとこですよ。いや、最高です。では、いただきましょう。いただきます。ごちそうさまでした。とんでもないです。ありがとうございます。さあ、どっちかに何か釣れるでしょうか。釣れるまで帰れません。ミンター、どっちが釣ると思う？ミンター。ミンター。で、あ、そんな感じでいいよ。ここまで行ったらこれをあとはこれをこういう風にやればまっすぐになるんで、よし、やりな。父ちゃん対娘。さあ、どっちが先に釣れるでしょうか。当たったから。当たったら勝ち。じゃあもう勝ちじゃん。最高に幸せな時間。いいね。父親の威厳を保てれば最高なんだけど。よろしくです。あの前メジナくれた加藤さん。あ、加藤さん、あ、武藤ちゃんだ、こっち。早いっすね。取れました？小さいっすか。全然でかいよね。あ、ほんと。でも数だけは発想だな。あ、あった。はい、小さい。すいません。で、たまにこう閉じてても泥が入ってるやつあるのよ。はい、それはあの石かなんかで叩いた時に軽い音するんで、これ入ってるやつ。とりあえずはもう入れちゃって。うん。向こうは夫婦で頑張ってるのか。奥さんの近くだと見やすいわ。え？終わりますか、じゃあ。お、結構取ったじゃん。え、お前そんな取ったの？え、これ俺できちゃう。漁師。漁師だよ、もう。はい、本日はお疲れ様でございました。お疲れ様でございました。じゃあ本当気をつけて帰ってください。はい、まあ、帰る前に一泊でしょうけど。はい。で、まあ、明日あのいる場所をお伝えするんで、あの釣り竿を持ってまた来ていただきます。マジか。はい。もう先生のおかげで娘が釣りにドハマりしましたんで。わかりました。来られれば、起きられれば来ます。ゆっくり休みください。はい。じゃあ気をつけて。はい、お休みくださいませ、はい、私はこれで編集します。お疲れさんでした。はい、出来上がりでございます。うー、この出汁がね絶対うまいんだ。うん、あ、うまっ。